乾燥段階を終わった時に重ね塗りしてたんですけども、この焼成する前に ITO 自体が分厚いとひび割れを起こす、あるいは剥がれてしまうという問題があったので、必ず焼成をした後、一度焼成してからまた重ね塗りという方法では、方法じゃないとダメかなという結論でした。これは、あの、はい、この反復したやつではないの？もう、あるんですけども、同じぐらいです。2回はなんとか成功したんですけども、うん、2回が限界で、まあ、数百が、例えば300、データとしては1回トップが大体300キロオームぐらいだったんですけども、2回トップで200キロっていう形です。まあ、だからこのループは、まあ、これが一番いいやろうという感じやろうね、はい、これ以上上げたらガラスがあかんねやろ。そうですね、まあ大体500度ぐらいが厳しいところで450っていう、はい、うん、だからまあここの条件はもうこれでフィックスしてええんちゃうかなと。